こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちら、白菜です。白菜と言っても生で食べるお料理をご紹介します。白菜というとお鍋や炒め物、スープなど加熱をする料理に使うことが多いと思いますが、今回はこの白菜を生のままシャキシャキ食感を存分に楽しめるレシピでご紹介します。この白菜、また生で食べると甘みが感じられて食感がすごく軽くて、今までのお料理とはまた全然別物になります。また今回はこの白菜の栄養をさらに引き出す組み合わせでレシピを作ってみました。ぜひ最後までご覧になってください。白菜の栄養についてお話をします。白菜というと水分がほとんどであまり栄養がないイメージがあるかもしれませんが、白菜ならではの独特の栄養素が含まれています。白菜をはじめキャベツや小松菜など油中のお野菜に含まれるイソチオシアネートという成分は、抗炎症や殺菌作用、また白血球の活性化で免疫力のアップに役立ちます。また白菜にはビタミン C やベータカロテンが含まれ、どちらも抗酸化作用、そして粘膜を強化して感染予防に役立ちます。骨の健康に役立つビタミン K はカルシウム吸収を促します。カリウムは高血圧やむくみ予防に役立ちます。こんな白菜に今回はカルシウムやタンパク質、ビタミン B 群が含まれる食材をプラスして栄養バランスをさらに高めたレシピを作っていきたいと思います。一品目は白菜の和風シーザーサラダをご紹介します。ビタミン B 群やカルシウムをプラスして骨の健康や代謝を高める一皿に仕上げていきます。材料は白菜です。そして手作りのドレッシングを作って白菜と和えていきます。で、仕上げに海苔をかけるというね、とってもシンプルなレシピになります。白菜なんですけれども、きれいに洗いました。そしてこちら白菜4分の1株なんですけれども、これで2種類のお料理を作りますので、半分ぐらいをこちらのシーザーサラダの方で使いたいと思います。白菜の葉っぱきれいに洗いました。で、今回シーザーサラダとあともう一品のお料理、ちょっと切り方が変わります。シーザーサラダの方はこの白菜の縦の筋に対して垂直にカットをしていきます。1センチぐらいの幅にカットしていきます。もしですね、ちょっと白菜の幅があるなと思ったら縦にこう切っておいて、それでこのように1センチ幅に切っていくと食べやすい大きさになります。こんな感じのサイズ感ですね。白菜8分の1株分でこのぐらいの量になりました。和風シーザードレッシングを作っていきます。マヨネーズ、お味噌、おろしにんにく、豆乳、これ牛乳でも結構です。そしてお酢と粉チーズです。マヨネーズに豆乳が入ります。おろしにんにくです。お味噌です。お酢です。全ての調味料が入りましたら全体をよく混ぜます。シーザーサラダのドレッシングっていうとアンチョビなどを加えてコクを出すんですけれども、今回はお味噌を使ってコクを出しています。とっても手軽な調味料なんですけれどもね、ちょっと加えてあげるとまたぐっと旨味が増していきます。はい、こんな感じでもう混ぜるだけ、とっても簡単です。で、この中に先ほど切った白菜を加えます。あとは全体を混ぜていきます。濃厚なドレッシングと淡白な白菜が非常に相性がいいです。はい、そして仕上げに焼き海苔ですね、こちらをパリパリパリっとちぎってでトッピングしたいと思います。通常はね、クルトンとかを乗せますけれども、今回はとてもヘルシーに海苔を使います。白菜の和風シーザーサラダ完成しました。続いて白菜と豚肉のホットジンジャーサラダです。タンパク質をプラスして免疫力アップ、疲労回復、この貝割れ大根の辛みというのもイソチオシアネートなんですね。ダブルの効果でさらにパワーアップの一品です。
白菜なんですけれども、今度は切り方がちょっと変わります。さっきは縦の筋の垂直にこう刃を入れていましたけれども、今度はこの縦の筋に対して平行に切っていきます。そうすることで歯触りの強さが増してくるんですね。切り方一つで全然素材も変わってきます。白菜ですね、葉の部分と芯の部分を分けていきます。そして芯の部分ですね、縦に平行に薄切りにしていきます。こんな感じです。ちょっと薄めですね。繊維に沿って切る分、白菜の歯ごたえが良くなりますので、薄く切ってあげることでまたより食感が良くなってきます。そして葉の部分は少しざく切りで大丈夫です。芯に対して葉の部分は少しふんわりとした感じに切るのがポイントです。白菜こんな感じです。芯の部分はですね、かなり薄切りでシャキッとした感じになりました。で、葉の部分は逆にざく切りなので少しふわふわっとした感じに仕上がっています。切り方によっても全然別物になるのが面白いですよね。はい、それでは貝割れです。貝割れはですね、根元の部分切り落として綺麗に洗いました。で、こちらの方もこの白菜と一緒に合わせていきますので、一緒にしておきます。そしてお肉を一口大にカットします。準備するのは以上です。ごま油です。少し多めに入れます。豚肉を炒めていきます。お肉に火が通ってきたら調味料を加えます。お醤油とみりん同量ずつ入ります。おろし生姜が入りました。あとは全体に火が通ったらフライパンを火から下ろします。そうしましたら、はい、先ほどの白菜です。そしてこちらお肉ですね、この熱々の煮汁ごと加えていきます。もうこの煮汁がドレッシングの代わりになりますので、全体を和えていきます。そしてこちら貝割れです。これも合わせて彩りよく混ぜていきます。ちょっと熱い煮汁が入ってるので白菜に味の馴染みが良くなります。お肉が入るので少し食べ応えのあるサラダに仕上がります。はい、これで完成です。白菜を生でシャキシャキいただくレシピ2つご紹介しました。ちょっとお味を見てみたいと思います。立ったままで失礼いたします。まずは白菜の和風シーザーサラダですね。いただきます。みずみずしい白菜にチーズの効いた濃厚なドレッシングが絡んで、すごくリッチな味わいに仕上がっています。お味噌を入れてますけれども、チーズとお味噌ってすごく相性がいいんですよね。旨味をね、こう相乗効果で引き出し合うので、本当にコクのある美味しいドレッシングに仕上がっています。はい、それでは続いて白菜と豚肉のホットジンジャーサラダの方をいただいてみます。またこれはね、一段と白菜の甘みを感じられるレシピです。またお肉と一緒に食べることですごくボリューム感もあるので、もう本当におかずサラダという感じですね。このサラダだけでもメインディッシュになりそうなレシピです。白菜が主役のサラダなんですけれども、どちらもとっても食べ応えがあって、で、白菜のシャキシャキみずみずしい食感がいつもの煮込んだ白菜とは別物です。今回は白菜を生でいただくレシピ2つご紹介しました。白菜はとってもみずみずしいお野菜で、水分が多いんですけれども、白菜特有の栄養素もいろいろ含まれています。いろんな副食材と合わせることで白菜の栄養素を引き出して、より健康的に食べられると思います。
ぜひ2つのレシピ試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。